おはようございます。2022年1月26日水曜日の朝です。今日の体重は 63.90 でした。体脂肪率は 36.7% です。おはよう、アビラ町。あ、雪が目の前にない。ここ撮ってもらったのでちょっとスッキリしましたね。よかった。あっちはまだ相変わらずですけどね。今マイナス3度です。今日はですねプラス0度まで行くそうですね。でも暖かくなるのかな。太陽出てないんですよね、曇りで。だから雪落ちるかどうかわかんないんですけどね。はい、今日もチュンちゃん、おはようチュンちゃん。今日の朝ごはんです。今日はニラ玉と昨日の残りの豚汁、あとはヤーコンのぬか漬けとトマト、玄米、白米、麦、黒米、黒豆、キヌアご飯です。あと酢です。今ですね、小豆に黒糖紅茶、わー、作ってます。よいしょ。今回も 1400ml くらいしかできてませんが、これはまた3日4日くらいかけて飲みたいと思います。このボールいいですよ、無印のボール。なんかちっちゃくこう量、分量書いてあるんですよね。使いやすいです。今ですね、ちょっとお昼ちょっと前なんですけど、久しぶりにめちゃめちゃ頭痛、吐き気に襲われております。でもちょっとどうしても銀行に行かなきゃいけなくてそれだけ、私じゃなきゃわかんないんで、それだけ済ませて、この後はもうダメな一日になりそうです。とりあえず食欲もないので帰ったら横になっちゃう感じかもしれない。ちょっとですね、なんかお昼ご飯の時間ちょっと前くらいからですね、突然具合が悪くなりました。突然でもないかな、朝起きたからはちょっと頭痛いなってなんとなく感じてはいたんですよね。それでそのうちだんだん痛くなってきて、あ、なんか今度気持ち悪い、吐きそうっていう感じになってきてですね、ちょっとお昼ご飯とかも作れないくらい結構具合悪くなっちゃいまして、で旦那さんには外で済ましてきてもらいましてですね、私は昼ご飯も食べずに布団の中に入って休んじゃいました。そして起きたら5時くらいかな、5時くらいに起きてですね、それでだいぶ頭痛はなくなりました。もうびっくりしましたよ、本当に。今ソファーのとこっていうか、おこたのとこでですね休んでるんですけど、そしてめちゃめちゃなんか熱とかはないんですけど、なんとなく、あ、頭ちょっと痛いかなって感じで、吐き気もだいぶ収まったんですけど、多分あれですよ、あのなんだっけ、ホルモンのやつ、もうあの子宮全摘してても卵巣を残してるので、なんか時々こういう体調になるんですよね。まあなんかいつもっていうか時々なるんで、あ、これきっとあの女性ホルモン系の 体調不良だなとかって思ってですね、でいます。今でなんか顔もちょっとむくんでる感じもしますしね。なので今日はですね、この後何もせずにまたゆっくりですね過ごして、多分すごいいっぱい寝たんですけど、まだ寝れそうなんですよね。なので今日は体調不良ということで、これくらいにしておきたいと思います。そうで、夜ご飯はですね、一応旦那さんが冷凍の鍋焼きうどんみたいなやつ買ってきてくれたので、それだけ食べてですね終わりにすると思います。これで明日になって体調復活してれば全然問題ないなって思います。多分大丈夫だと思いますよ。これなんか最近私体調不良になっても昔ほどですね、何日もずっと起き上がれないみたいな体調不良っていうのがなくなったので、多分今日ゆっくり休めば
治ると思います。ちょっとご心配をおかけしてしまってますけども、おそらく問題ないと思いますので、明日またお楽しみにしててください。まだ笑顔も出ますしね。ということで、今日はこれくらいにしておきたいと思います。ちょっと短くなっちゃって、本当申し訳ないんですけれども、また明日お楽しみにしててください。ではまた明日お会いしましょう。またねー。